はい、こんにちは、ブルーホースです。Could Rose be here? 今回は、第3パートということでですね、早速人生相談に乗ってまいりたいと思います。今回もね、素敵な人生相談、まあ、相談に素敵もクソもないか、まあ、いいですね、悩みをお持ちで、答えてほしいというものがありましたので、やっていきたいと思います。そしたら、一旦読む。ですね、今回は、やらないといけないタスクが一気に増えると、優先順位が一気に分からなくなることがしょっちゅうあります。どうしたらいいでしょうかということでご質問をいただきました。まあ、そうですよね。日々、その、なんて言うんだろうな、日中の仕事とか勉強とか、まあ、私生活のことでも、なんかいろいろとやらなくちゃいけないタスクを抱える人って非常に多いと思うんですね。そうなった時に、まず一番大事なのが、その優先順位をつける。っていうことよりも、まずはリストアップしていたやらなきゃいけないことがある中で、何をやらないようにするかっていうことを決めることをですね、だそう、うん、そうなんですよ。人間ってやれる、なんかやろうと思うこと、やるべきことっていうのをこう次々なんか無限にリストアップしていって、で結果時間も取れないし、それから自分の体力に限界が来ちゃうしっていうのを、あんまり計算しないで、あれもやろう、これもやろうみたいな無謀なチャレンジをしがちな傾向がやっぱり高いんですよね。ところが、やっぱり時間に限りがあって、よくよく考えたら、そのやるべきことリストっていうのをピックアップしてたときに、トータル10時間かかりますと。でも、今日1日見たときに、たったの5時間しか割けないですって言ったときに、倍の誤差があるわけじゃないですか。ってなったときに、何をやるかっていう優先順位を決めることよりも、何をやらないかっていう切り捨てをすることを考える方が重要だというふうに思います。って言うと、ここが、まあちょっと心理的に難しいというか、なんて言うんでしょうね。なんか人間の心理をうまくついてくるなっていうのが、じゃあ、やらないことを決めますと。もう ABCDEFG ってある中で、EFG は切りますって言っても、でも結局 EFG がやらなきゃいけないことなんだって思っちゃうと、それを果たしていいのかって思っちゃう心もあったりとかするんですよ。でもそれは捨てていいですっていうか、むしろあの後に回してもらっても全然問題はないです。なんでかっていうと、人間って結局その1日でできることが、その時間とか体力っていう話もあるんですけど、脳の処理スピードとか処理のできるそのキャパっていうのが決まってて、結局 EFG もやらなきゃいけないことだったとしても、ABCD をやった時点で EFG をやることができなくなっちゃってるんですよね。それを1日とか、まあ、例えば1週間とかに詰め込んでしまうと、結局 EFG がすごい中途半端な結果になってしまうんで、それだったらやらないで、その日とかその1週間でやらないで、むしろどちらかというと、後に回して万全な状態を作った上でやっといた方がいいと。クオリティの高い、質の高い、かつ、時間も早く済むという結果につながっていくんで、そういう意味でもやらないことを決めるっていうのは非常に重要なことですね。それから、やることを全部やるっていうのと、やらないことを決めるっていうことで、長期的に見れば、やらないことをしっかりと決めて、やるべきことに意識を向けるっていうことが、まあ、重要というか、そっちの方が、まあ、結局は、質が高いですよと効率いいですよっていうのも実験があって、これ何の実験かっていうと、学生さんを集めて、その、まあ、ある、なんて言うんでしょうね、覚えるゲームみたいなものをやってもらうんですよ。で、文字が次々にアルファベットが流れてくるんで、それを一つ一つ覚えなさいと。あ、一つ一つじゃない、その中で T という文字を覚えなさいっていう指示を与えるんですね。で、二つのグループに分けて、一つは何も指示を与えませんと。ただ T を見つけるようにしなさいと。で、もう一つのグループっていうのは T が流れてくるけど、T を表している文字の色で赤色だった場合は絶対 T はないよっていうふうにあらかじめ仕込んでおくっていうものなんですね。で、こういったその集中力を鍛える、まあ、実験というかトレーニングになるんですけど、結果どうなったかっていうと、最初の頃の方は何も指示を与えられない、その赤色で T が流れてくるっていう情報を知らない学生さんたちの方が成績は良かったんですよね。ところが、100回以上のトレーニングを繰り返していったタイミングで、あらかじめ T は赤文字はないよっていうふうに教えられたグループの方が成績が良くなったっていうことですね。これってつまり赤色
が、文字が赤色表示してるときは T じゃないから無視していい存在ってことですね。つまりさっきのやらないことリストの一つになるというところなんですけど、そうすると長期的に見たときにやらないことを取捨選択として決めておく、つまり、まあ、つまりが多いなごめんなさいね、やらないことを決めておいた方が短期的に見るとその特に指定とか何もない状態であったとしても、まあ成績はいいし物事をこなすこと自体はできるんですが、それが長期になっていくと、仕事って短期じゃないですか、もう何年何十年っていうふうに続いていくものなので、そういうことを考えると日々の仕事とか考えてみたら、まあ、やらないことを考える方がいいというところが、まあ、一つの結論になりますね。なのでやるべきことリストっていうのを作って優先順位を考えますっていうことよりも、まずは何を今日今やらないか、この瞬間やらないか、先延ばししても大丈夫か、まあ、先延ばしっていうとね、まあ、ちょっと語弊があるかもしれないんですけど、まあ、やらないでいいのかっていうことを考えておくっていうことの方がはるかに大事だっていう話ですね。で、あともう一つ、まあ、ちょっとおまけ的な話をすると、もう一つ問題になってくるのが、じゃあ、やるべきことを日々こうピックアップします。それから、まあ、やらないことを決めて、優先順位、物事をつけていきます。それでもやっぱりできないこと、物事に関わることができない瞬間って出てくるんですよ。で、あれもこれも今日できなかったとか、先延ばししてしまったっていうような状況になった時に、一番やっちゃいけないのが、そのやらなかった、できなかった自分のことを責めるっていうことなんですよ。これ絶対やっちゃいけないですね。これをやっていくと自己肯定感っていうのが下がっていってしまって、結果的にできない自分、やらない自分っていうレッテルを自分自身に貼ってしまって、で、だんだん行動力とか思考力っていうのが下がっていってしまって、で、結果もう何も手をつけない自分になってしまうという、ここが一番良くないことなんですね。だから優先順位が分からなくなって、一つ一つのタスクをしっかりとこなすことができなくても、やり続けていくっていうのは非常に大事なんですよ。ここでやめてしまって、もうできない自分、ダメな自分っていうふうに思い込んでしまうっていうことが良くないので、プラスアルファで、やらないことリストを作ってくださいっていうことと、あともう一つはできなかった時にもう責めないようにしましょうっていうのが、まあ、もう一つ大事になってくるんですが、その中でじゃあどうしてもやっぱりやらないこととか、物事ができなかった時っていうのはどうしてもね、まあ、人間罪悪感を覚えたりとか、なんかダメな自分だっていうふうに思い込んでしまうことが多いと思うんですけれども、そうならないようにするためにセルフコンパッションっていう、自分で自分に優しくする力っていうのをプラスで鍛えておくっていうのが重要になるんじゃないかなっていうところですね。セルフコンパッションの鍛え方なんかっていうのは、僕の別の動画なんかでもご紹介をしていますので、まあ、ぜひね、そちらのブルーフォースセルフコンパッションなんか調べてもらったら出てくるので、ぜひそちらも見てもらえたらなというふうに思いますね。どうでしょうね、まあ、日本人ってまあどちらかというと自分に厳しいというか、まあなんかね、ちょっとできることよりもできないことに目を向けたがる性質がやっぱりあるんですよね。例えばどうでしょうね、日本人ってそのあ日本人ってそのなんだろうな、例えばですけど、その英語が、まあ、結構実は世界的に見ても長けている民族だってことご存知ですかね。って言っても、あれだけの時間英語の勉強をしたのに喋れないし聞けないし、どこが英語ができる民族なのって思うかもしれないんですけど、実は、まあ、世界的に見れば比較的英語が、まあ、できる民族なんですよね。でもやっぱり実際に喋ることができないんで、あんまり、ね、日本語ってできないのかなみたいな、こっちここって日本語じゃない、英語ができないから自己肯定感が低かったりするんですけど、でも外国人って日本語喋れるって聞いたら、寿司、忍者、侍って単語が言えるだけで、なんかもう俺って英語ができるんだぜみたいなドヤ顔で言ってくるんですよね。で、一方で例えばですけど、皆さん水泳できますとか、まあ歌って歌いますってなったら、その
上手かどうかじゃなく、上手かどうかとか、まあ、25メートルでも泳ぐことさえできれば、なんかできるっていうふうに答えるじゃないですか。でしょ？シンプルに苦手意識を持っているだけなんですけど、実際はそのレベルの高い低いに関わらず人間ってできることが多いんですよ。だからやるべきことリストとかトゥードゥーリストっていうものをずらーっとピックアップしてた中で、仮にできないことがあって、あ、こんなこともできない私ダメなやつだって思うんではなくって、逆にできたことを見て、あ、これだけのタスクを今日完成させることができたんだなっていうことに対して誇りを持って置くっていうことの方がはるかに大事になってきます。ですんでね、決してね、なんか自分を責めるっていうことをせずに、しっかりとタスクをこなすことができた自分っていうのを、褒めてあげるというのも、合わせて心がけてもらえると非常にいいんじゃないかなっていうところにはなります。そんなところですかね。はい、では続きましての質問に行きたいと思います。はい、続いてなかなかヘビーなのが来ましたね。最近部署移動があって、4月からこれまでとかなり異なる業務を担当することになります。で、役所のシステム上そういった部署移動は仕方ないことだと思いますし、勉強して新たな知識を得ていくのはとても重要だと思います。ただ今後数十年にわたって3年から5年のペースで新しい部署に配属されて、そこで一から新しい業務内容を覚えていくということに対して億劫さと不安を覚えています。だからといって転職に踏み出す気持ちも今のところありません。この自分勝手な悩みに対して何かアドバイスをもらえないでしょうか、ということですね。まずなんだろうな、役所に勤めているってことですね。まあちょっと僕も一般企業にしか勤めたことがないので、役所がどういうシステムなのかっていうのは分かるんですけど、ジョブローテーションを要は役所の中でこまめにしてるっていうことでいいんですかね。はい、で、まあ、それでどうだろうな、まあ、人間ってどちらかというとその同じことを繰り返していくと、だんだん飽きが来てしまって、で思考も固まってしまって、新しいことを学ぼうっていう気持ちも薄れていってしまって、要は人間って習慣化の生き物なんですけど、刺激がなくなってしまうともう生きる気力もなくなってしまうんですね。であれば3年から5年ごとに新しいことを覚えるっていうのは、確かに億劫さの部分もあるし不安な部分っていうのは大きいかもしれないんですけど、一方でその新しいことを覚える刺激があるおかげで、仕事をまた一から新しく楽しもうっていう気持ちが芽生えるチャンスだと捉えるのもありなんじゃないかなと思います。なんだなんだなんだ、ものすごい バーストしたけどっていうところですね。うん、であとちょっと待ってくださいね。まあ、新しい知識を得ていくっていうのがすごい大事だっていうことは、まあ、本人も自覚されているところなんでね、その気持ちがあるだけでまず一つ大きい、まあ、アドバンテージになるんじゃないかなと思います。それからもう一つは、ライフシフト、100年時代の生き方、ごめん、100年時代の人生戦略っていう本の中にも、一つの仕事をずっとやり続けて生きていくっていうのはこれからの時代にはそぐわないっていうふうに書いてあるんですよ。それが仮に役所だったとしても、なんとかかなんとかかっていろいろ多分あると思うんですよね。僕もなんだっけな、最低限度のなんちゃらかんちゃらっていう漫画があって、役所のなんか物語が書いてる漫画とかを読んで、まあ、そのくらいの知識しか正直ないんですけど、っていうのを読んだ時に、まあ、いろんな科があるし、いろんなその相手の市民の方々、町民とかもいるかもしれないですけど、を相手にしていく、まあ、公務員の葛藤とかを描いた漫画があるときに、まあ、いろいろとやっぱり触れ合う機会とか、新しい知識を得るチャンスっていうのがあるのは、まあ、それ、これからの時代、何が正しくて、何が今後流行っていって、どうしていけば、やっぱり保証がないわけなんですよね。これまでは大学を出て、いい成績取って、でいい会社に勤めることがさえできれば、なんか人生安泰だみたいなことが、まあ、こわだかに言われてたんで、親も子供に対してそういう教育を施して、そういうお導きをしてたんですけれども、まあ、それが、まあ、時代にそぐわなくなってきたわけです。っていうことを考えると、
まあ、いろんなことを経験するっていうのは、今後その役所で勤めることっていうのをずっと続けていくにしろ、まあ今は転職考えていないっていうことですけどね、まあ、今後転職を考えるとか、自分でビジネスを始めたりとか、あそういった、また別のステージに行く機会を作る、設けるってなった時には、まあ、非常に重要、そのいろんな知識を身につけるっていうのは大切というか、まあチャンスなんじゃないですか、うん。と思っていいと思いますけどね。そのいろんなその時代を、いろんな人たちの100年の時代を生きていく中で、まあ、たった一つの知識がその通用しなくなるんで、その人生の人生のその、まあ、あるステージごとに、そのまあ、全く違う職種とか、まあ、似てるけどちょっとやり方が違うみたいな職種をやっていくっていうのは、まあ、長い目で見たときに非常に重要になってくると。だからまあ例えば10年同じ仕事をやってて、で次の10年でまた違う職種をやってってなったときに、これが通用しなくなるから次の10年はまた違う仕事で生きていくみたいな、そういう、まあ、シフトがすごい大事になるんですよね。だからもし興味があるんだったら、ライフシフトっていう本をぜひ読んでもらえるといいかもしれないですね。ライフシフトの中で書かれているっていうのは、そのお金を、まあ、若いうちに稼ぐ力を身につけましょうと。ただし一つのやり方ではなくて複数のやり方を身につけるのが大事ですよ。なぜかというと、今の時代通用している仕事っていうのが、将来通用しなくなる可能性があるんで、何かその時代が変わった際にも、またこっちのやり方、あっちのやり方っていう風にできるように、いろいろと、まあ、知識経験っていうのを積んでいくのが大事ですよと。あともう一つは、人間関係大事にしましょうと。特に人生の後半になっていくと、身近に特に友人とか親友って呼べるような存在がいるかいないかで、結構人生って大きく変わってくるんですよ。そういう存在がいないと、やっぱり精神的にも参ってしまう可能性が非常に高くなってくるんで、まあ、そういう部分でいくと、まずは、仕事をいろいろ経験して知識を蓄えていきましょうと。で、それを仕事、まあ、お金を稼ぐ力っていうところに、紐づけていくと。で、それから、友達を大切にするっていうのを、まあ、友達とか友達とか、まあ、家族とかを大切にして、まあ、人間関係を育んでおくっていうのが重要になってくるというところですね。Mother Miranda, I regret to inform you that Ethan Winters has...だから、うん、まあ、まあ、不安に覚えることとか、一から新しいことを覚えることとか、非常にしんどいことがあって、まあ、それを知ってる人たちとかがね、なんか、お前こんなこともわからねえのかよっていうふうにする、言ってくる人とかね、もしかしたら、やらしい話、いるかもしれないんですけど、だからこそ、なんていうんだろうな、教えてくださいよって言って、歩み寄っていけば、そういう人たちに対して反感をしても仕方ないし、マウントを取りたがる人たちなんで、なんか逆に下を向ければ、うまく操って知識を得るチャンスっていうのを作ることができるようになってくるんで、まあ、そういう意味では、まあ、3年から5年、まあ、多少ちょっと人間関係っていうのも重要になってくると思うんですけど、チャンスだと思って、3年から5年のスパンでいろいろなことを、まあ、身につけてもらえたらいいんじゃないかなと思うんですね。あともう一つ重要なのは、何をして働くかっていうことよりも、誰と働くかっていうことの方がはるかに重要なんですよ。Oh, shit. うん、どんなことをしているとか、どんなことをして稼げるかっていうのも、誰と働いているかっていう、その人間関係がうまくいかないかっていうのが、やっぱり離職の原因になっているケースっていうのが非常に多いので、そういう意味でいけば、まあ、今の職場を辞める気はないというか、転職を目指す気持ちは今のところありませんってことは、いい人間関係の中で囲まれて過ごせるんじゃないかなと思いますね。ということは、仕事の中身よりも人間関係を大切にしながら新しいことを覚えていくチャンスを掴んで、でしっかりと仕事をやっていくというところを目指して働いていただけたらいいかなというところです。いかがでしょうか。はい、というところでね、もう間もなく、まあ、キリのいいところに行きますんで、この辺りでお悩み相談終わりたいと思います。まあ、僕もね、どうだろうな、まあ、今の仕事をどれだけ続けるかっていうところはまあ分からないんですけど、まあなんか営業っていう仕事がね、まあ向いてるというかうまくいっているタイプなので、まあまあ
あの会社から何か言われたりとか、よっぽど精神病むみたいなことがなかったりするんじゃないかな。あの今働いている職場の人たちもいい人たちが多いんでね、やっぱり職場の人間関係が重要だと思いますよ。あの僕個人も実感しているところなんでね。はい、ということでね、本日は、部署移動、まあ、仕事を新しく覚えるっていうことと、それから、まあ、いっぱいあるタスクの中でどうしたら処理できますかっていう、ね、相談を2つに乗らせていただきました。ということで本日の動画は以上でございます。また次回お会いしましょう。バイバイ。